こんにちは、ゆうチャンネルのゆうとせいくんです。今日はトウモロコシのサムネをやっていきたいトウモロコシの皮を剥いていきたいと思います。サムネになった。僕もちょうだい。はい、今日はね、このトウモロコシをね、僕だけに欲しい。一人何本？地元のね、農家さんから買いました、うん、めっちゃママトウモロコシ好きなんだよ。誰か買ってきた、うん、はい、これだ。じゃあね、早速学校の誰かだよ。はい、僕これがいい。一人三本？いや、ほなに湯がけないよ、鍋が。全部で3本ぐらいしか描けないと思う。あ、セイクセイクセイク、ちょっと中身だけ持っていっていいよ。いや、1人何本？やった。1人2本か、1本2本ぐらい。どれぐらい？セイク1個抜く？より2本抜く。じゃあ私2本でいくわ。はい、ここで剥かないで、あのゴミ箱の横で剥いて。いや、いくよ。葉っぱをさ、葉っぱをさ、ゴミ箱の中に。セイ君気をつけてね、手切らないように。え、手切れんの？ほら、ほらシュッて、ほら葉っぱのさ、シュッてなったら危ないでしょ。無理やり引っ張ったら、うん、ちょっとね、うちママ剥けてきた。剥けてきた？どこだ？ゴミ箱の中に。上手だ。ちょっと結構チクラクシュな皮剥いてきた。上から、せいくん上の葉っぱちぎったらいいよ。ねえねえ、教えてあげなよ。できるよ。どう？こっち。ほら、できるよ。ほら、上手。くそ。おいで。なんか、遅い。遅い？じゃ全部の皮むいたらいい。そうだよ。全部の皮はね、なんかね、皮をつけたまま湯がく方法もあるみたいなんだけど、うん、今回は普通に全部剥いて湯がきたいと思います。でも大きいから切らないと入んないかもね、鍋に。僕後で切ってみる。うん、湯がく時にさ、入り広いのが出てきた。うん、入りそうだった、うん、あったよ、あった、開いたよ。開いた。あと1袋、あと1袋ついた。ユリの持てそうだね。多分ご飯とトウモロコシ、自由だ。ご飯トウモロコシに入れたらどうなる？ご飯トウモロコシになるでしょ、そりゃ。ご飯トウモロコシってなんだろう。ほら、自分でどうなるって言ったんだから、自分で。あ、ほんと。別に取れよ。それユリ、ゴミ箱の上でしたら、その、え、どこだ。トウモロコシ持ってきたんだけど、これが。セイ君頑張っております。上から向いたら、セイ君こっち。そうそう、ほら上手。本当だ、上手でできてる。出てきたよ。おお、すごいね。僕遅い。立派なトウモロコシ見せて。イケみたいな。見せて見せて。はい、黄色くなってるよ、ほら。すごい、ゴリゴリだ。これ絶対美味しいよ。黄色いのここで、ここで見て、めっちゃ大きいよ、これ。粒がめっちゃ大きいし、ツヤツヤ。これは絶対美味しい。どっかの2つの部分、確か見て、これで最初に出した部分、めっちゃ大きくない？本当だ。これは美味しそうですね。結構気をつけてね。見た時と、もう一本やってみます。お、せいくん、あ、見えた、来た、ほら、ジャブ。ほら、やった、やった、これやったよ。せいくん、そのさ、毛がさ、もじゃもじゃしてんのちぎってさ、なんか捨てていいよ、ゴミ箱の中。やったね。もう一個は抜きます。手切らないでね。せいくん、すごいね。一番小さいところからこんなに長くなるのやって、うん、小さいところから。やったね、やった、やった。そういうことね、茎が。ああ、できたよ、やった。だんだん、せいくんのトウモロコシもすごい。なんかね、高いマシュマロみたい。高いマシュマロみたい、これ。マシュマロ、私さ、前初めて食べたんだよ。
高いマシュマロみたいですって。はい、じゃあね、これ抜けたからね、早速湯がいていきたいと思いまーす。じゃあこれ取ろう。はーい、はーい。じゃあね、トウモロコシ茹で上がってます。っていうかもうガチ冷めです。はい、もうなんか服も変わっとるやん、さっぱりしとるやん、なんかもう服変えた、お風呂入ってきたね。もうあれせいくん、それ何食べよう、トウモロコシ食べよう、買っちゃうよ。レモンのアイス食べたらかき氷だよ。かき氷アイス食べよう。はい、かき氷。まあね、ちょっとトウモロコシね、湯がいてすぐはさ熱くてさ子供たち食べれないかったから、もうちょっとね冷たく冷めてからいただきたいと思います。それではどうぞ。甘い。めっちゃすごいんよ。でもこれ熱いよ。ママね、ごめんね、抜くいうちに食べたわ一人で。めっちゃ美味しかった。美味しいな。めっちゃ美味しかったんよ、甘くてめっちゃこっちりにな、甘いな、めっちゃ甘いし、粒も大きいし、なんかもう一本丸ごと食べた。めっちゃもう、満足だった。一食食べたって感じだった。すごい大きかったから。いや、ママはトウモロコシ好きなんよね。これは甘いな。それは甘いやろな。それも甘いと思うけど。私でも嫌いだね。甘いな。酸っぱいもんね。うん。酸っぱ甘いかな。このトウモロコシさ、酸っぱいのが好きって言ってる、私は嫌い。酸っぱいの好きって言う？わかんないけど。トウモロコシ昔さ、あのレモンの輪っかが乗ってるアイス好きやったまま。輪切りがそのまま乗ってるやつ。僕もヘビ。好き？うん。うまってあるそれ。うん。これ汁が垂れてんだよ。アイスだからね。はい、アイスが来て、これね、まだね、まだね、何本もあるから、あと7本ぐらいあるかな。また毎日1本ずつママ食べようかな、湯がいて。毎日2本ずつぐらい湯がいてさ、ママちょっと朝昼晩トウモロコシでもいいわ。ママ、いや、私も行きたい。また剥くの手伝ってね、じゃあ。うん、はい。そしたらね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくね。また見てね。バイバーイ。うっぱい。おー。